アメリカンボードは、北米最初の海外伝道組織。改修派、長老派、オランダ改革派などが加わった、無教派的な組織で、後に事実上改修派の団体になる。1620年、英国での国境界の迫害から逃れ、北アメリカのプリマスに入植したピューリタンは、インディアンと平和交渉を結び平和に共存しようと、した。そして、インディアンへの伝道を試みた。 厳格なニューイングランドピューリータニズムの人々は、マサチューセッツ、コネチカとニューヨークに電動会社を設立して、インディアンへの電動を行った。19世紀に、マサチューセッツ州西北部にある、ウィリアムズ大学の学生が、電動について話しながら歩いていると、突然の雷雨に襲われて、ナヤに避難して、干し草の上に座りながら話を続けた。ナヤを出るときに、自分たちが、 海外伝道に従事することを決意した。彼らは、ウィリアムズ大学を1806年に卒業、続いて、アンドーバーが網学校に入学して、宣教師になる訓練を積んでいた、1810年に、マサチューセッツ海州派協会牧師会が開催され、その時、その新学生たちは、インディアン伝道だけではなく、インド伝道を志す決意を述べた。その、 熱意に同意した牧師たちが、同年6月にアメリカンボードを設立した。1870年頃になると、長老派、バプテスト派、オランダ改革派、ドイツ改革派協会などが離脱し、実際上は、改修派のみの外国選挙機関になった。高橋正夫43ページ。ありがとうございます。